15年以上も使っていて、年季物ね、うん、もうあれで一応ゴールデングラブ2回もらったし、選手生活19年、小さな代打者若松勉選手、小さな体をフルに使った障害打率は史上最高の3割1分9厘、今日でバットを置くことになりました。若松選手の最後のユニフォーム姿ご覧になっていかがでしたか？はい、やはりユニフォーム姿が一番いいなと思いますね。家族と3万8000の観衆が見守る中、若松選手最後の打席は高打の高めのボールを打ってショートゴロでした。しかし打撃の職人、最後の打席をも完成。また守備では守り慣れた神宮球場のクションボールをそつなくさばき、スタンドで見守る雅恵夫人も一安心。試合は0対0で迎えた3回、若きヤクルトのリーダー広沢がライトスタンドへ。若松選手もびっくりする技ありのツーランホームランを放ち先制。さらに6回にもヤクルトは5本のヒットを連ねて3点を奪う猛攻を見せます。若松選手の引退試合に花を添えようと後輩たちが頑張ります。また先発した内藤も7回に3点を失いましたが、オープン戦好調の巨人を相手に堂々の完投勝利、先輩若松選手の引退に勝利をプレゼントしました。ヤクルトのスワローズのファンの皆様、また巨人軍のファンの皆様、さらに両国連携のファンの皆様、長い間ありがとうございました。取られながら障害打率3割1分9厘は史上第1位。若松選手は19年間に首位打者2回、2000本安打も達成して、小さな代打者としてファンに親しまれました。平凡なショートゴロにも全力疾走の若松選手、小さな体ながらもヤクルト一筋でやってこれたのは皆さんのおかげですとファンに別れを告げました。ところで試合の方は去年12勝を挙げながら巨人には全く勝てなかったヤクルト内藤が先発です。内藤は低めの変化球のキレが良く、巨人藤田監督もシーズン中でも打てないよというほどの出来でした。結局内藤が巨人を6安打に抑えて完投、ヤクルトは5対3で勝ちました。ご主人様ですThis is bad ダメだと思います。引退試合に詰めかけた3万8000人の大声援に送られ、野球生活最後の打席に立った若松さん、19年間のピリオドはショートゴロながら惜しみない拍手を浴びました。試合の方は今日はどうしても勝ちで若松さんに花を添えたヤクルトが3回、翻訳を発表した広沢の第5号ツーランホームランで2点を先制します。ヤクルトは6回にも2アウト満塁のチャンスに先発の内藤が自らのバットで2点を叩き出し、この回さらに1点を加え試合を決めました。試合後、小さな代打者がファンに疲れの挨拶です。どうも、小さな体でヤクルトスワローズ一筋でプレーできましたのも本当に皆様方のご声援のおかげと思っております。やはり体力には勝てず、今日ここにユニフォームを脱ぐことにいたしました。皆様、長い間本当にありがとうございました。第3号ツーランホームランなど。